朝鮮民主主義人民共和国、平壌市出身のサッカー選手。オーストリア・ブンデスリーが一部、SKN ザンクトペルテン所属。ポジションは FW。サッカー朝鮮民主主義人民共和国代表。18歳で、スイス2部に所属する、FC ビル1900に移籍するが、外国人枠が別の選手で埋まってしまい、公式戦での出場はなし。しかし、 半年後の2011年6月に、スイススーパーリーグの名門で当時 UEFA、チャンピオンズリーグの常連であった FC バーゼルに練習参加。主力 FW のマルコ・シュトレラーやアレクサンダー・フライの後継者として育てる意向を示した同クラブと5年契約を結ぶ。FC バーゼルでのデビュー戦となったウエストハム・ユナイテッド FC 戦で初得点を決める。 前ウィッセル神戸の監督のトルステン・フィンクの下、18歳9ヶ月で、スイススーパーリーグ一部でのデビューを、18歳11ヶ月で、UEFA チャンピオンズリーグでのデビューを果たす。しかしスイス代表の通算最多得点記録の保持者で、あるアレクサンダー・フライからポジションを奪うのは容易ではなく、国内リーグのクラブへのレンタルが続く。レンタル先の AC ベッリンツーナでは17試合に、 出場し7得点4アシスト。FC ファドゥーツでは52試合13得点6アシスト。FC ビール、ビエンヌでは19試合で8得点4アシストを記録した。2016年1月、FC ローザンヌスポルトに完全移籍公式戦40試合に出場し11得点4アシストを記録した。2017年8月、オーストリアブンデスリーが一部の SK ヌザン・クトペルテンに完全一席。2年契約を結び、2019年2月に契約の延長が発表された。北朝鮮代表選手としてのデビューは2009年12月に行われたマリ代表戦。2014ワールドカップ予選では日本代表と対戦した両試合でテイ・ハルトシラと共に出場している。その後、AFC アジアカップ2015-2018 FIFA。2018フィファ ワールドカップ予選、AFC アジアカップ2019予選、AFC アジアカップ2019で主力フォワードとして出場。2022FIFA ワールドカップ予選では2019年11月19日に、レバノン代表と対戦、FC 東京所属の DF ジョアン・オマリともマッチアップしている。ありがとうございます。